っ、ビビったビビった。はい、どうもあやとです。本日もご視聴ありがとうございます。今回の動画なんですけれども、夜間の幹線道路を走行中に完全に無灯火の状態のバイクに追突しかける瞬間の映像について詳しく解説していこうと思います。冒頭もご覧いただいたんですが、撮影者の車両が夜間の市街地道路を走行中に突然衝突警報機能のアラームが鳴り響き、ヘッドライトに完全に無灯火の状態で走行するバイクが映し出され、緊急回避でギリギリのタイミングではありますが避ける瞬間の映像が記録されています。まあ、無灯火ということもあって撮影者の方からの認知も遅れ、まあ、あと少しタイミングが遅ければ乗用車からまともに追突されて交通死亡事故等に至っていた可能性も十分に考えられる事案なんじゃないかなと思います。映像で道路の状況等を確認してみますと、まあ、周囲に大きな街灯などもなくですね、比較的郊外の暗い幹線道路であった可能性が高いものと思われます。対向車線側から明るいヘッドライトの車両が近づいてきているということもあり、まあ、軽い蒸発現象も合わせて発生していた可能性が考えられますね。まあ、今回は対向車線側から多数の車が走行しているということもあり、まあ、撮影者の方としても、まあ、ハイビームを使うということがね、まあ、状況的にできなかったものと思われ、まあ、ロービームで走行せざるを得ないといったような状況の中で、こちらのバイクの発見が遅れたというのもですね、衝突回避の瞬間までバイクを認知することができなかった原因なのではないかなと考えております。今回ドライブレコーダーの提供をいただいた方と直接やり取りを行ったんですけれども、撮影者の方としてはですね、先進安全自動車機能として装備されている衝突警報機能ですね、このアラームの音がなければもしかしたら避けることができなかったかもしれないといったようなお話も伺っておりました。まあ、アラームの音が鳴り響いた瞬間ですね、前方に対して何かあるのかなというようなことで、まあ、明かりが少なくかなり低照度の環境ではありますが、前方に対して注意が向いた結果ですね、まあ、ブレーキと回避操作につながったということで、衝突警報機能が有効に働いたという意味合いでは、まあ、まさに車にもね守られたといったような事案になってくるんじゃないかなと思われます。まあ、これだけ低照度の環境で、まあ、暗い環境で、まあ、スクーターですかね、バイクでしょうか、自動二輪車が走行していたわけなんですが、もう非常に危険なシチュエーションですね。無灯火のバイクや自転車が乗用車にとってどれだけ認知しにくいかというのが、こちらの映像からもね皆さんにご理解いただけると思います。もうバイクが視認できた段階ではほぼ衝突コースですね。今回奇跡的に回避することができましたが、その発見が極めて難しいということがね、こちらの映像からもわかると思います。まあ、これだけ暗い環境の中でですね、まあ、よくテールランプが切れた状態で走ろうと思ったなというのがね正直な感想です。まあ、ヘッドライトに関してはうっすらついているような感じがしますが、まあ、光自体はね当然バイクの車体に隠れておりますから、後方から走行してくる車から見るとですね相当発見が難しい状況なのではないかなと思います。まあ、これに関してはバイクの運転に限った話ではないんですが、まずですね安全な運転を行うこと、まあ、この安全な運転というのはご自身が事故を起こさないこと、また、まあ、ご自身がね事故に巻き込まれないために必要なスキルになってくるんですが、まずですね客観的に自分自身のことを見ていただきたいんですね。まあ、この客観的にというのはどういう意味なのかというと、要は他の車両から見て自分自身がどのように映っているかですね。これが常日頃から安全運転を実行する上で極めて重要な要因になってまいります。まあ、ウインカーを点灯させるにしてもですね、周囲の交通から認識されやすいように車線変更の3秒前から動作させ、予例という形で周囲の交通に対して車線変更をするという意思を伝える。白母時など夕方の時間帯から周囲の交通に対してなるべく早い段階で自社を発見してもらうように早めにヘッドライトをつける。まあ、大型車であればトレーラーなどで展開を行う際にですね、まあ、一度で曲がってしまうのではなくて切り返しを行ってですね、周囲の交通に対して内輪差の大きい車が動きますよと、予測しえない動きをする車が動きますよということを明確にするといったように、まあ、これはもう基礎の基礎の話にはなってくるんですけれども、まあ、要はね自分の車が周囲の交通からどのように見られているのかということを客観的な立場から俯瞰してみて、それを周囲の交通に対して表現するというのが非常に重要になってくるんですね。まあ、ある意味では安全運転というのは表現力と表裏一体なところがありまして、自分自身の運転がどうやったら相手に伝わりやすいか、分かりやすい運転ができるかということを常日頃から考えて、まあ、実行するということがね非常に重要になってくるんですね。
まあ、今回の事案に関しては完全に無灯火で走行していたバイクという事案になっているんですけれども、まあ、テールランプが切れた状態で走行していたら後ろの車からどう見えるのかな、周りの車からどういうふうに認識されるのかなということを一歩引いた立場から客観的に自分自身を見てですね、まあ、第三者の視点からどう思われているのかなということをね、常日頃から考えながら運転するというのが結果的に事故を起こさないという運転につながることになりますし、まあ、何よりもですね、ご自身が事故に巻き込まれないといったように、まあ、自分自身を守る運転にもつながるわけなんですね。まあ、とにかく動作は分かりやすく、第三者から見て自分自身がどうやって認知されているのかということを常日頃から考えてですね、ぜひ安全運行に当たっていただきたいと思います。実は安全運転というのは、まあ、自分自身ではやっているつもりになっていたとしてもですね、他の車からは意外と自分が行っている行動が認知されていない、理解されていないということは多々あるんですね。動作が明確でなければ当然意思も伝わらないということが出てまいりますから、やっているつもりになっていても相手方に伝わっていなければ全く意味がないといったような話になってくるんですね。今回走行していたバイクに関しても、まあ、テールランプが切れていてもヘッドライトがついていればとりあえず走れんだろうっていうような感じでですね、まあ、気軽な感覚で走っていたものと思われますが、まあ、要はねその状態で走行することによって自分は走れるかもしれませんが、周りの交通からどう見られているのか、どのように視認されるのかというところまで、まあ、頭が回っていないというかですね、まあ、想像力が働いていないわけなんですね。まあ、安全運転を行うと一人に言ってもこれ簡単な表現にはなるんですが、結果的に自分自身と周囲の交通からどう認識されているのかということが全てになってまいりますので、まあ、基本の基本ではあるんですが、こういったポイントに関してもですね、ぜひ皆さんも日常を運行する際に頭の中に入れてイメージしていただければと思います。今回の件に関しては非常に重要な内容の講義になったと思いますので、ぜひ参考にしてみていただければと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。あやとでした。おやすみなさい。あやとサロンでは皆さんからのドライブレコーダー映像を募集しています。煽り運転や危険運転、交通事故や悪質な運転など、こちらのアドレス宛てにお気軽にお送りください。チャンネルで公開した結果、検挙に至った事例も多数ございます。大した内容じゃないかもと思う映像でも結構ですので、ご応募お待ちしています。